WWS チャンネルをご覧の皆さん、ザランビジです。ハロス。はい、ザランビジリーダーのジンです。吉川さんです。リックです。プラガー翔です。いや、このあっという間でしたね。めっちゃ楽しかったっすね。めっちゃキラキラしてて、会場がいるだけでちょっとなんか久々のなんかその歓声もあったんで、そうね、自分の久々の感覚ですごいなんか楽しかったですし、なんか早くなんかライブもしたいなみたいな、いやわかるという感じにもなりました。チャレンジもなんかめっちゃね、もっとなんか苦戦してちょっとできないかなと思ったら、もうみんな完璧だったんで、ぜひあの TikTok 載せていただきたいですね。あとはさ、後輩のである事務所の後輩ではあきらちゃんが、あの同世代の方々、キラちゃんにとって同世代の方々のなんかアイコン的存在になってるんだなっていうのを見て、なんか頼もしいなって。すごいですよね。まあ僕はもう春を感じさせる桜カラーでまとめてみました。カーディガンですかね。やっぱ僕しか似合わないから。はい、ヒュンです。僕はですね、燃え袖。えい、はい、以上です。俺は何何とか言う。春の空をイメージしたいような、青とした、私服シュ私服みたいですか。うん、いつもこっちじゃん。確かにね、ワーカーにジーンズにそれ合わせて、そのままとなりまする。完璧やん。つけつけ、が以上です。ありがとうございます。はい、なんかみんなでよく言ってるのは、ちょっと全員でバーベキュー行きたい。ああ、やりたいっすね。そういう、あのだいぶね、あのそういうのがやりやすくなる環境になってるので、ちょっとプライベートでも16人でちょっとワイワイしたいなって思ってます。小林の星空。あ、星空、ね、あ、それずっと言ってるわ。あの、観光大使になって、おめでとうございます。うまい。なんで、あの小林の星空をみんなで見ながら語りたいです。行きましょう。そういうツアーやりたいですね、今年こそは。ご視聴ありがとうございます。久々に我々としてはですね、かなりこう、あの、まあ、女子高生の皆さんも集まるイベントということで、かなり、ね、こうエネルギッシュなパワーをたくさんいただきましたので、このエネルギーをですね、まあ、これからあの春から始まるツアーで完全爆発させたいと思いますので、あのまだね、見たことない方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度僕らのライブに足を運んでくださると嬉しく思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。